はいどうも、ラッチ一世のラッチです。えー、今日は、ここからなんだろう、えーと、レールドロップリストマウントって、まあ、リワインドルさんの方で紹介されていたやつから、えー、スピットボムの練習をしてました。リストマウントは、あのー、あれですね、結び目ができるタイプの、えー、と絡み方をしてるんで、まあ、そこをいかに絡ませないように、えー、ちゃんとした手順で解どいていくかっていうところがポイントになってくると思います。 え、ちょっと、あれですね、去年の暮れに上げたスピードボムの動画だと、その跳ね上げの後の乗せるところが安定しなかったんですけど、だんだん、えっ、ー、と、ふわっと上げて、ふわっと落とすっていうところを意識して、やったら、まあ、うまくいくようになりました。まあ、なんでも力づくが良くないってことですね。結構力づくで、あの、パワーでご了承しがちなところがあるんで、そこは気をつけていきたいところです。あと、新しいバインドをちょっと覚えました。ちょっと、よいしょ、ここで、 当てて、まあ、あの、なんだろう。はい、これもこんな感じで戻すやつを新しく覚えました。ここでちょっとね、一回止まったりしないで、最終的にはスムーズに。これが流れにな,なれるように頑張って、えー。これは反復ですね。あと反復やっていこうと思います。ボヨンボヨンも、も、えー、昔に比べたら、ずいぶん力が抜けて。 いい感じになったと思います。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまた明日お会いしましょう。ラッチセステーションのラッチでした。また明日